バディア多翼祭団画は、イタリアの芸術家ジョットによる絵画で、1300年頃に描かれた。作品は、フィレンツェのウフィチ美術館に所蔵されている。ロレンツォ・ギベルティのコメンターリーや、ジョルジョ・バザーリの画家、彫刻家、建築家列伝などの同時代の情報源は、バディア・フィオレンティーナ教会の交際団に、ジョットの多翼祭団画が存在することにそれぞれ言及している。 しかし、その作品は何、世紀にもわたって、もはや文書には記されず、失われたとみなされていた。しかし、19世紀には、フィレンツェのサンタクローチェ聖堂博物館の資料館で発見され、1810年に追加された、バディアディフィレンツェと書かれた紙幣のおかげで作品が特定されることになった。作品の制作年代は論争の的になっており、14世紀。 初頭からスクロベーイに礼拝堂でのジョットの作品以後の期間に至るまでと範囲が広い。第二次世界大戦中の1940年、様々な作品を安全に避難させる過程で、ウーゴ・プロカッチは、サンタ・クローチェ聖堂から、多翼祭団画が運ばれていることに気づいた。プロカッチは、多翼祭団画が、ナポレオンのフィレンツェ占領中にバディア、フィオレンティーナ教会から取り外され、 誤って、サンタ・クローチェ聖堂に再設置されたと推察した。プロカッチはまた、多イ祭ン画が、当時のバディア協会の祭壇の場所には大きすぎることに、気づき、1628年の改修により、祭壇の場所が変更されて、隠れていたフレスコ画が、バディア協会に発見されたことを知った。多イ祭ン画は1958年に修復され、 上塗りの層と後に加えられた上部が取り除かれた。1966年のアルノ川の洪水で損害を受けずに済んだ後、2000年に多翼祭壇は再び修復された。この作品は三角形の戦闘を持つ五点の北入りの絵画で構成されており、聖母の胸像と左からバーリの聖ニコラウス、福音記者ヨハネ、聖ペテロ、聖ベネディクトが描かれているが、 人物たちは下に記されている名前と伝統的な持ち物で特定化されている。ジョットはキアロスクールを多用している。細部まで描かれているものとして、聖ニコラウスの豊かな衣服と四鏡図へ、聖母の首筋をつかむ幼子、イエスのジェスチャー、聖ペテロの首にかかる布などが挙げられる。同様の細部描写はリミニにある十字架及び 成婚を受ける聖フランチェスコにおいてもジョットによってなされ、バディア多様祭弾画の制作年を14世紀に位置づけることにつながった。ホシー、グロリア、ウフィーチ、フローレンス、ギュンチ、P110、アイマール、サール、ザワールドオブジョット C1267-1337、エトール、タイム、ライフブックス。 ピアニッシモ10 78, ISBN 0、1078、ISBN0 から90万658から15から、0 HT PS, ive, G, Details,、https、アーカイブ、org、ディテールズ、ワールド・フジオテック 100A 名。ありがとうございます。